YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今回の企画は前回の目次企画の第2弾ということで、ヤムチャの発明というコーナーを取り上げたいと思います。実は当チャンネルには自分で思いついたアイデアを具現化して、その失敗だったり四苦八苦するありさまを楽しんでいただくヤムチャの発明というコーナーがあるんですけども、このゆるい理念から発明の良し悪しを問うということは、今まで避けてきました。しかし今回まとめるついでにですね、なんとも残酷な現実を突きつけるランキング形式で、実際にいろいろね発明したものを使ってみて素晴らしいと思った発明をランキング形式でご紹介していきたいと思います。そろそろこれ外そう。このご紹介する発明は、電反マグキーパー、スコープレンズプロテクター、ショットシェル廃墟システム、VSR マグキーパーバンカーリング、ダストシールドマスク、ライフルホルスター、グローブクリップという 1,2,3,4,5,6,7 つのラインナップからなるランキングとなっております。今の並びはね、古い順ですけども、今から第7位から発表していきたいと思います。なお、発明ね、この他にも先行から外れた発明もございますが、多分忘れちゃってるだけのものもあると思います。それでは早速参りましょう。ヤムチャの発明ランキング第7位、電反マグキーパー。歴史ある電反マグキーパーがまさかの最下位ということです。一番思い入れのあるシリーズでですね、長く研究した課題でもあります。完成品はねなけりゃないで困りますが、そこまでね感動する使い心地でもないかなというところが、最下位となった原因となっております。その点ではね、バージョン4ぐらい、多分今4かな、ちょっと思い出せないですが、バージョン3ぐらいかな、1個前のね、こう斜めにクリップで刺すようなやつの自作したものの方が使う時のロマンはあったと思いますが、いかんせんね、電反のマガジンってね、形状と重さがね扱いづらいために、制作のねちょっと難易度が高いということで、やむを得ないというのがねちょっと現状です。ひょっとするとね、これまた研究再開するかもしれませんが、そのあたりは、言及しないでおきます。それでは第6位、スコープレンズプロテクター。まずね、普通に使えます。素晴らしい発明だったと思います。ただね、その発明した後調べてみたら似たような商品がありました。でね、従来のレンズシールドを前に置くね、レールを掴むような形でレンズプロテクターっていう商品があるんですけど、それではね、レールの上とあとシルエット、見た目がねすっきりしないので、すっきりしたねスコープが素敵な感じになるのでね、いいかなと思います。当たっても絶対防げるのと、傷がつくぐらいっていうのは確実に効果があるのは分かっておりますが、いかんせんね、まだ使えてないというのはね、低い順位になってしまったのかなと思います。続いて第5位、ライフルホルスター。まさかのここでライフルホルスターです。個人的な印象では、反響がねぶっちぎりナンバーワンでした、今までの発明の中でね。で、本当にね、その皆さんのコメントがね嬉しかった発明ではあります。個人的に大好きな発明ではあるんですけども、微妙な順位になってしまいました。理由としてね、まだまだね課題が多いという点が挙げられます。主な課題として、重厚管理の問題と操作性の問題があります。まずね、私としてはセカンダリに切り替える機会があまりないので、基本ねライフル1本持ってフィールドに行くっていうパターンが多いので、このホルスターの本領をねあまり発揮できてないかなっていうのもちょっと審査に影響している部分かなとは思います。例えばね、スナイパーライフルを担いでアサルトライフルを持っていくっていうスタンスのサバゲーをするとすれば、すごい生きて一気に評価もうなぎ登りだと思うんですけど、フィールドに行くまで歩くぐらいの距離しかね使わないので、今現状あまり進化を発揮できてないという感じではあります。さて、重厚管理問題については本編でもね触れていますが、なかなかね腰の下とはいえね人に向いてしまう恐れがあるので、ちょっとその辺りがねあんまり堂々と使えない心理的なね問題となっております。7
何発撃っても穴が開かない材質の被せるものってね、なかなかないので 2,3 発防げればいいのかなという考えのもと、そういうダンプポーチを使ってますけど、発信するという立場上をちょっと大々的に使えないというところがあります。正直、まあ、セーフティーエリアで銃の管理といえば、まあ、マガジンのクリア、チャンバーのクリアで、セレクターのセーフティーで、まあ、この銃は確実に弾が出ませんよって状況という定義になってると思うんですね。まあ、その3つが守れてれば、そのエアガンは弾が出ないという状態と一般的にされてると思うので、まあ、マガジン抜いてチャンバーがない状態で腰に下げてれば、よっぽど問題はないのかなとは個人的には思うんですが、まあね、見た目的にね、銃口が隠れてないと、まあ、いざ人に向いた時にちょっと不快に思う方は見えると思うので、まあ、その点を考えると、ちょっと見た目だけでもそのダープポーチで隠れてればいいかなと思ってるんですけども、なので普段使いではガンガン使っていきますけども、あまりその YouTube で動画にするということにおいては扱いづらい題材になってしまいました。ということもあり、ちょっと気持ち的な問題でジオニーが低めということがあります。あとね、操作性に関してもう一個ありまして、そのコインの投入部がね、意外とやりづらいということがあります。まあ慣れもあると思うんですけども、まあね、とっさにじゃあ銃をホルスターにかけるとなると結構ね、戸惑う場面がありました。とはいえ、まあ5秒もあればつけれるんですけども、カシャンとはいかないなっていう、紐にコインがついてるだけなので、そういった点もちょっと操作性として悪いかなと思います。ちょっと大変思い入れのあるカテゴリーなので長くなってしまいましたが、ライフルホルスターについては以上です。続いて第4位、グローブクリップ。これは、ね、動画にするまでのものでもないと判断したので、まあ今まで動画にはしてないですが、買い勝手はかなりいいです。これに関してはちょっと見せましょう。こんだけのもんなんですけど、こうやってね、簡単にはめれて、取るときはね、引っ張るだけで取れるっていうね。で、なおかつ、確実に脱落はしないというものなので、大変使い勝手がよく、素晴らしいものとなっております。僕みたいにね、撮影する人とかね、ゲームスタート前にカメラいじったりしたりね、する人はね、グローブはね、開始直前にね、カメラのスタートボタン押してから、はめるんですけども、でね、よくね、セーフティーに忘れたりするんですね。まあ、カメラの、いろいろやってたりすると、あ、グローブ忘れたみたいなパターン結構あるので、グローブがね、身についていると、ありがたいなっていうことはあります。で、まあ、もともとは輪ゴムをね、冷蔵庫にね、くっつけるようなものなんですが、100均の商品だと思うんですけども、うちの冷蔵庫に貼ってあったやつ、そのままね、取って使ってます。カラビラだとね、カチャンって入れるときはいいんですけど、外すときにね、押しながらっていう、両手で外さなきゃいけないんですけど、まあ、これピッて片手で取れるっていうのがね、なかなかいいかなと思います。これはね、個人的に安くて、簡単なね、構造なので、かなりおすすめできると思います。他にもね、VSR のね、バンカリングシステムを後で出てくると思いますけども、それをね、つける、カラビナの代わりに使ってもいいかなと考えております。続いて第3位、先ほど出ました VSR マグキーパーバンカーリング、ベスト3にはバンカーリングシステムがランクインしました。ちょっとこっからはね、物を持ってこようかと思います。はい、こちら、これですね。VSR のマガジンというと、つかみどころがなくて、でまたね、小さくて軽量なために携帯もしづらくなくしやすいという印象でしたが、そのね、短所を全て解消するというね、コンセプトの発明でした。使い勝手もものすごく良くて、リロードがね、とてもしやすくなったので、出来栄えは満点です。ひらめいた時はね、もうまさにビビッときたというね、感じで爽快でした。値段がね、抑えめなのもポイントです。これ1個でね、1000円ぐらいになるので、でね、リロードも簡単にできるし、弓にはめるだけでマガジンを片手で何個も保持できるし、で、まあ先ほどのね、こういうとこに
引っ掛けたりしてね、持ち歩くことも可能です。素晴らしいという使い勝手ランキングとすればね、あの出来栄え満点のこちらバンカーリングでした。第2位ショットシェル廃墟システム、こちらもね第3位に続き銃の課題をなくすパターンですね。中華製のショットガンっていうと、あのショットシェルがね中から出てこないというのが一般的で、でねそれがね本当にストレスなので、まあ、そこを理由にね購入しないというケースがねまあまああるかと思います。ここにもね飛距離が伸びないという欠点もあるんですけども、まあ、そこはねゲームとかではねショットガンはね飛距離が出ない仕様なので、まあ、そこはね好みが分かれるところかなと思います。さてこの廃墟システムは100均の紙止めで作るという安くて簡単な構造ながらも万能の力でシェルを跳ね上げるというね気持ちの良いギミックが私の心を魅了しました。ちょっとね今ねバーンってねすっごい勢いで飛んでたのでなかなかね調整は難しいので、調整したらね優しめに なってしまったんですけど、なので飛ぶことがなくなったんですけど、あのこのシャットシェル の動画を見ていただければ分かりますか、もうすごい勢いで反対向けてもポンって飛んでますけど、今はねまあこんくらいでね、ちょっと勢いよく出るぐらいの動きに落としております。バネの力をねショットガンのコッキングした時に飛び出すというねあのギミックがあるんですけども、ショットシェルのリロードの時の排出が再現できたので、まあこの順位もねロマンという点も含めて、まあ、使い勝手の良さですね、武器の価値を一気に変えるというねを考えれば、まあ、この2位というのもね妥当な順位ではないかと思います。そして栄えある第1位はダストシールドマスク、こちらですね。狩山田さんの代名詞的なこのダストシールドマスクですけども、まさにねいらない要素ダストから我々を守ってくれるマスクといったところでしょう。フェイスマスクを着用することにおいてゴーグルの曇り、紐が細いからなんかうまくポジションが決まらない感じ、頬付けが困難になる弊害、口元が透ける残念さ、シルエットがでかくなってしまうやるせなさというね数々の問題を全てこのダストシールマスクが解決して、そして被弾による歯の欠損から守るという要素まで叶えてくれる本当に理想的な発明がこのダストシールドマスクです。まさにね実用性ナンバーワンと言えます。発明といってもねこの内部に結局ね最終的にはこの内部にプラ板を貼っただけなんですけど、このプラ板自体もねこういう 50×50cm ぐらいのね板をハサミで切ってライターで炙って柔らかくしてね形を整え、ボンドでつけるだけです。非常に簡単なね構造ながらもまさに効果てきめんです。このねダストシールドマスク自体もね結構ねデザインがね豊富にあって安いので、ぜひ作ってみてくださいという自信を持っておすすめします。いずれサバゲーはこれが普及するんではないかなと思ってますが、どこかの会社が作ってくれることでしょう。個人的にはねゴーグルが曇らないというところがね評価が高いなと思ってます。あと頬付けできるところもそうですね、あとかっこいいっていうところですね、かっこいいのがいいですこれね。うん、素晴らしい発明だ。うん、さていかがだったでしょうか。まあ、今後もね困ったことにぶち当たれば、壁にぶち当たればどんどん発明していくと思いますので、私の悪あがきを楽しんでいただけたらなと思っております。しばらくはね満足いくサバゲー動画の発明がねちょっと今忙しいので、それにハマってますので手一杯だと思われますが、それがねちょっと落ち着いたらまた違う発明をしていこうかなと思っております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。あ、そうだ、下にね説明欄にねリンク貼っておきますので、もしね気になる発明がありましたら見ていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。